はい、えー、政治と金の問題なんで政治にお金がかかるの答えは明確です。 事務所費費と人件費にお金がかかっています私の場合事務所に、えー、全部で3つ東京に1つ地元に2つありますがそれぞれ3人ずつぐらいですね秘書を置いてるんですけども全部で10人でもこのうち税金で見てくれる公設秘書は3人までなので7人は自分でお金を出したりパーティーをして集めたりして7人分は私設秘書として雇っていますこのお金がですねやっぱすごくかかるので一番いい政治とお金の問題を解決する手段はちゃんと仕事をする人には公設秘書を例えば10人までだと たら認めるこれをやればですねパーティーやったり自分の歳費をですねそこに入れたりすることがなくなるので一番の政治とカネの問題の解決策につながります。